今回はかつて大人気の定番ルアーだったにもかかわらず、現在はすっかり廃れてしまったルアーにスポットを当てて、なぜ廃れてしまったか考察していきたいと思います。ビルミノーはかつて春先のサスペンドバスを取るルアーとして最も代表的なルアーでした。1989年3月の琵琶湖にて台湾の招待で来日したラリー・ニクソンがカメラの前でレーベルスプーンビルミノーを使って爆釣したことが流行のきっかけで、90年代に入ると日本メーカーから続々とロングビルミノーがリリースされていきました。代表的なルアーがラッキークラフトのステイシーで、プロから一般アングラーまであらゆる人が春になるとコンプリートリーブで使っていました。考えられる理由その1はシャッドの進化です。ロングビルミノーの流行と同時期にベビーシャッドをはじめとするジャパニーズスタイルのシャッドが登場し、ロングビルミノーより浅いレンジで似たような用途で使用されていました。ところがシャッドはその後どんどん進化し、それまでロングビルミノーのテリトリーだった水深 2-3メートルレンジで使えるものが多数登場しました。その上、春のイメージから脱却できなかったロングビルミノーと違い、シャッドは年中使えるマルチなルアーになっていきました。そのためシャッドとの生存競争に負けて衰退したというのが推測される理由その1です。理由その2はジグヘッドリグのミドストの定番化です。2000年代中頃くらいから春先のサスペンドバス攻略にスティックベイト系のワームのジグヘッドリグによるミッドストローリングというテクニックが一般化していきました。習得するのに練習が必要ではありますが、習得してしまうと他に替えが効かないほどの威力を秘めたメソッドだったため、ロングビルミノーからミドストに乗り換えたアングラーが多かったのではないかと推測します。理由その3はスイムベイト、スイムジグの登場です。2000年代後半頃から定番化したスイムベイト、スイムジグも春先に威力を発揮するルアーだったため、ロングビルミノーの活躍の場がますます奪われたのではないかと推測されます。まとめると、ロングビルミノーは用途の被る他のルアーの台頭によって活躍の場が奪われていったことで廃れていったのではないかと思われます。しかし風で荒れた時などはシャッドより重量のあるロングビルミノーの方が使いやすかったりしますし、水中でピタリとステイできるという点はスイムベイトなどには真似できない系統です。状況によっては今でも十分活躍するポテンシャルは持っていると思います。チューブワームは80から90年代にかけてはかなり人気のあるワームでした。どこのメーカーにもラインナップされているような定番ワームで、ストレートワームやグラブと遜色ない人気がありました。テキサスリグに合わせてカバーを打つ肉厚なフリッピンチューブや、スプリットショットリグ、ジグヘッドなどのライトリグに合わせる小ぶりなミニチューブなどのバリエーションがありました。カバーのすり抜けが良く、中空のためフッキングも良好で、ライトリグでは独特の浮遊感とイレギュラーアクションが出せる優れたワームでした。ところが90年代の終わり頃から徐々にメーカーラインナップから減り出し、2000年代に入ると明らかに店頭から姿を消していきました。理由の一つとして新しい種類のワームやリグの出現が考えられます。
ズームのブラッシュホグに代表されるホグ系ワームの台頭で、カバー用ワームとしてグリッピンチューブが使われなくなっていったのではないかと思われます。また2000年代はネコリグやノーシンカーワッキー、ジグヘッドワッキーなどのワッキー系リグが台頭したため、ライトリグの分野でもミニチューブが使われなくなっていったのではないかと考えられます。もう一つの理由は製造上の問題です。中空のチューブワームは他のワームと製造工程が異なるので、製造の効率化のためにメーカーが作らなくなっていったというものです。それと形状がシンプルなチューブワームは新商品を出しても過去作や他メーカーのチューブワームと差別化がしにくく、新たなヒット作を作りにくいといった理由もあるのかもしれません。個人的には製造上の問題が大きいのではないかと思います。チューブワーム自体は今でもすごく釣れるので、うまく宣伝すればリバイバルする可能性はなくはないと思います。パドルテールワームはチューブと同じく80から90年代にはかなり人気のあるワームでした。ジグトレーラーやテキサスリグでよく使用され、カバー打ちの定番ワームでした。シンプルな形状ですり抜けが良く、スピード感のある動きが出せるワームでした。パドルテールが廃れた理由で私が思いつくのは一つです。それはホック系ワームの台頭です。カバー用ワームとして万能なホック系ワームは、それまでパドルテールの持っていたポジションをそのまま取り込んでしまった感があります。それを象徴する一例としてノリーズにエスケープというパドルテールワームがあったのですが、エスケープは後にエスケープツインというホック系ワームに生まれ変わりました。そういう意味ではパドルテールワームは淘汰されたというより、ホック系に取り込まれたと表現した方が良いのかもしれません。最後はフットボールジグです。これについては今でも販売しているメーカーはそれなりにあるので、廃れたと感じない人もいるかもしれませんが、少なくとも90から2000年代に比べると圧倒的に使用されなくなりました。以前はシャローからディープまで主にリアクションバイトを狙った使い方で多用されていました。特にボートフィッシングで多用され、プロトーナメントで使用するバスプロもたくさんいました。一つ目はヘビダンやジカリグなどに取って代わられたということです。ウェイト変更がしやすく、スナックレス性能もフットボールジグより高いので、使い勝手の面で押されていったと思われます。二つ目はそもそもライトリグに押されてしまったということです。かつてフットボールジグを得意にしていたベテランバスプロも、現在はネコリグやダウンショットを中心に使用しているので、特にプレッシャーのかかった状況下ではライトリグに分があるということでしょうか。3つ目はフットボールジグはおかっぱりで使いづらいということです。手前に来るほど浅くなるアップヒルでフットボールジグを使用すると非常に根がかりが多くなります。もともとおかっぱり優勢の日本のバスフィッシングシーンですが、バスブーム終了後はますますその傾向が強くなったように感じるので、必然的にフットボールジグは使用されなくなっていったのではないかと推測します。まとめると、使い勝手の良い他のリグに押された挙句、フィッシングプレッシャーの蓄積やボートアングラーの減少など逆風が重なり使用されにくくなっていったのだと思われます。
今回取り上げた4つのルアーは絶滅危惧種であることは確かですが、同時にポテンシャルのあるルアーであることも間違いありません。このまま途絶えるかもしれないし、もしかしたら何かのきっかけでリバイバルすることもあるかもしれません。数年後この動画を見返した時、どういう感想を持つか楽しみではあります。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。